知床沖の観光船沈没事故からあさってで半年となるのを前に、海保と道警が集中捜索を行っています。海上保安庁と道警による捜索は今日から3日間知床半島先端部の東西の海岸で行われます。道警は海岸線を徒歩で調べ、行方不明者の手がかりを探すほか、ヘリコプターで文吉湾周辺を捜索します。海上保安庁では機動救難士と潜水士が海中の捜索を行います。家族の方もですね、捜索には期待していると思いますので、行方不明者の、発見に努めて、ご家族のもとに、帰っていただけるように、全力で、捜索に当たりたいと思っております。観光船沈没事故では20人が死亡し、依然6人が行方不明となっています。